9世紀の初期に嵯峨天皇の命により我が国最初の勅撰の漢詩集である凌雲集が編まれた後、相次いで文化修例集や警告集などの勅撰漢詩集が編纂されました。文化修例集は藤原冬嗣らが編集し、警告集は順和天皇の命により827年に成立したものです。また空海の少量集も編纂されました。少量集は空海の表した詩、悲鳴、書簡を弟子の新税が編集し、835年頃に成立したものです。仏教界においては唐から帰徴した空海や最澄が新しい仏教を日本にもたらしました。近江出身の最澄は天台宗を伝え、比叡山に延暦寺を創建します。四国の讃岐出身の空海は日東留学して密教を学び、真言宗を伝え、高野山に金剛峯寺を創建し、さらに嵯峨天皇から経王護国寺を授かりました。また空海は平安京内に庶民教育施設である手芸主治院も開設しました。一方天台宗は最澄の弟子の円珍らによって本格的に密教を取り入れるようになり、密教が仏教界の主流を占めるようになりました。